2015年の10月からですね、マイナンバーの通知というものが始まりますので、各企業でですね、全従業員さんとそれからその扶養家族の方ですよね、のマイナンバーの収集、管理、保存、利用、それから提供、廃棄、といったことに、注意が必要になってくるということになります。